まずこんにちは、今日は足の日です。足は好きな人そんなにないと思いますが、足のトレーニングの日でもちょっと元気が出るように、足の日には肩を一緒にやりますということで、今日は足トレと肩トレパターン A です。今は高重量をもちろん扱いますが、6月に全日本もあるので、それに向けて実用的なファンクショナルなトレーニングも結構取り入れてやってますし、スタミナっていうのを常に意識しながらやってます。なんでジャンピングスクワットもそうですし、高強度のスタミナトレーニングも、これ減量にも役に立ちますし、スタミナトレーニングとしてはずっと現役の頃からやってることなんで、心肺機能向上プラス、脂肪を削るっていう意味で、必ずやるようにしてます。そういう格闘技で使える筋肉が、コンテストで評価されるとは限らないというか、多分全然別のもんだと思うので、そこがうまくつながるかどうか、どっちも捨ておけないところなんで、うまくバランスを取りながら体作りをしていきたいと思っています。今日も最後までご視聴ありがとうございました。気に入ってくださった方は高評価、またチャンネル登録をよろしくお願いいたします。関連動画もこちらにございますので、よろしければご覧ください。またお会いできるのを楽しみにしております。ありがとうございました。